不思議なメルモは、手塚治虫の子供向け漫画及び、アニメーション作品。1970年から1972年まで、小学1年生に連載。その他、良い子、レオにも掲載されていた。連載当初は、ママーちゃんというタイトルだったが、商標取得が困難なためアニメ放映が決定したと、同時に変更された。もともと、手塚プロダクション初のテレビアニメ用の作品として、 企画、作成された作品。アニメの方は、子供たち向けの性教育を意図した作品として、有名である。なお、初期段階では、同じ手塚作品の、アポロの歌をアニメ化する形で企画が進んでいた。天国のママから、ミラクルキャンディーをもらった、主人公メルモが、キャンディーを食べて、赤ん坊や、大人、人間以外の様々な動物に変身し、いろいろな危機を乗り越え、 真の大人になっていく物語である。メルモに与えられたキャンディには不思議な力があり、赤いキャンディを食べると10歳若返り、青いキャンディを食べると10歳年を取る。ここでは主人公である小学生のメルモを基準にキャンディを食べた際の効果について記述する。月刊コミック流2009年11月号に福山慶子執筆によるリメイクの読み切り漫画、 メルモちゃんを掲載。2010年10月号より2011年8月号まで、本紙連載後、公式サイトでのウェブ掲載に移行して連載された。リューコミックスより、全2巻。なお、スターシステムが採用され、他の手塚キャラもレギュラーで登場している。手塚プロダクション、朝日放送が制作し朝日放送が1956年12月に、開局して、以来、 同局制作アニメの第1号でもある。1971年10月3日から1972年3月26日まで、毎週日曜日の18時30分から19時に TBS 系列にて全26話で放送された。なお、アニメーションのオープニングは1カットで作成されている。翌年1972年にはこのスタッフで立ち上げた本作の売り込みを行った。 手塚治虫のマネージャー西崎義天が本作のスタッフでアニメーションスタッフルームを立ち上げ、青いトリトンを原作とする海のトリトンが制作されることになり、後の土曜19時19時30分 ABC 制作アニメ枠、現在の日曜8時30分9時の ABC 制作アニメ枠へと繋がっていく。ゲスト出演ゲスト出演いわゆる百七十五年三月十一日の 超年展開消で、制作局の朝日放送が、TBS 系列からネットテレビ系列に移行したため、ネットテレビテレビ朝日系列局などで再放送された地域もある。また、朝日放送、TBS テレビ朝日の権利執行後、関西地区では、競合局の関西テレビ、読売テレビ、毎日放送で再放送されたこともあり、特に東京12チャンネルでは、 1975年10月3日、開始の手塚治虫マ漫画アワーの後半で再放送したが、番組は23回で終わったため、ジャングル大抵同様、全話は再放送できなかった。1998年に声優を一新した上で、セリフと音楽が新読され、一部の映像も修正されたリニューアル版が、ワウワウで放送された。2000年4月13日、テレビ朝日系で、 手塚治虫劇場として、ルンは風の中、カノンと共にドラマ化された。脚本は梅神香、演出は五田良一。ネット局には TBS 系アニメ版の制作曲だった ABC が含まれている。ありがとうございます。